はい、今日はですねネクステージ伊勢崎さんの方にやってまいりました。でセダン車ですね、中心にどんなお車があるか見ていきたいなと思います。やっぱりいつ見ても思うんですけどね、クラウンめちゃめちゃ多いですよね。主流はやっぱり21が多いですかね。あとはカムリとかですね。プリウス PHV なんかもありますね。こちらは21のクラウン最上級グレードアスリート G。 最上級グレードは S と比べて黒革シートやシートベンチレーション、シートヒーター、シートメモリーが標準装備ですよと。でスパッティングアルミ12万6000円するんだがついてますよというですね。この色合いとデザインが秀逸ですよね。人気が出るのも分かりますね。走行が7万3000キロで223万円というですね。ボディも綺麗な状態ですね。はい、それからですね、こちら21ですね、同じく21の後期クラウンアスリート 3.5G アドバンスドパッケージ付きってですね。 3.5 リッターですね。でスパッタリングアルミが付いてるとそうですね。そうそうそう、プリクラ付いて外装も綺麗ですね。走行距離が4万6000キロということで224万円。タイヤはレグの付きですね。はい、続いてですね、21のクラウン後期アスリート ST ですね。これはスパッタリングアルミですね、ブラック12万6000円のオプションですね。そしてサンルーフが付いてるね、サンルーフ付きという。プリクラがついて出てきますね。走行距離が4万2000キロ、264万9000円ということですね。外装もやっぱね、距離浅いんでみんな綺麗ですよね。はい、もう1台ですね、21のクラウン行っちゃいましょうか。こちらもクラウンアスリート S の T オプションのスパッタリングアルミ付きという。そして、ムーンルーフって言うんですね、サンルーフのオプション10万円が付いてますよと。どこですね、アドバンストパッケージっていうのは10万円でレーダークルーズ、プリクラ、インテリジェントソナー付きといったオプションが付いていると。プリクラ付きの走行が3万6000キロで284万円というところですね。パッタリングアルミはついてるとやっぱり映えますね。それから今度はですね、21のグランマジェスタ行ってみたいと思います。
さあこちらですね、オプションの18インチアルミがついているとね。で F バージョン蒸気グレーですね。で黒革のシートがついているといったお車ですね。オプションアルミのデザインもグリルともね、ボディデザインとも合ってて素晴らしいデザインですよね。で走行距離が4万1000キロで264万円ってところですね。外装も非常に美しい状態ですね。それからもう1台ですね、21のクラウンマジェスターですね。こちらも F バージョン、外装も非常に綺麗ですね。でオプションの18インチアルミ付きですね。 おすすめポイントですね、パロナミックビューモニター、オプション10万円のものが付いてます。イージークローザー、レーダークルーズ、ベージュ側内装ですね、などが付いてますよと。ベージュ内装もね、あの雰囲気変わって好きな人ね、たまんないですよね。距離はまだ1万4000キロ、1万5000キロ弱しか走ってないですね。316万円だった。うん、さすがに外装も綺麗ですね。はい、次はですね、40系後期、LS460F スポーツ行ってみたいと思います。うん、外装もホイールなんかもね、綺麗ですね。さあおすすめポイントですね、オプションの総額が180万5000円もついてますよと。ずいぶんオプションつけたんですね。あ、LED、 3眼 LED ヘッドライトはとかナイトビューがついてたり、マークレミソンがまだ高いんですよね、オーディオのね。でこの3眼ヘッドライトがオプションになるわけですね。でこれエアロも、これは TRD かなんかでしたっけね、このスポイラーがついてますね。で F スポーツの純正アルミにでかいブレーキが入ってますね。 F スポーツは大きいのが入ってますね。さあ走行距離が、おお、まだ1万キロいってないな、およそ1万キロの極上車とちょっとですね、459.8万円とってところですね。いやいや、これはかなりの低走行車ですね。外装もピッカピカですね。はい、続いてもう1台ですね、 LS460 バージョン C の i パッケージ、こちら車外ホイールが入ってるですね。これはバルドのホイールが入ってますね。さあオプション44万円分ついてますと。フリクラアダプティブルハイビームシステム、パワープラクリップ、なかなか高級なオプションがついているというところですね。で、こちらも3眼ヘッドライトがいきますね。それからですね、走行距離が6万2000キロで250万ぐらいですね。
で茶川はナイスですね。黒じゃないちょっと個性をお求めの方にはいいかなと思いますね。ピカピカ黒ボディですね。その他はですね、GS、も展示されてますし、さらにはですね RC ですか、それから IS といったですねコンパクトレクサスも展示されてますね。ではいろんな種類があって見るだけで楽しめますね。なんといってももうクラウンの数がすごいですね。やっぱり主流が、まあ、220件も置いてありますけども、ほぼほぼ21系が多いですね。はい、今回はですねネクステージ石崎さんの在庫車ですね、セダンをメインにご紹介させていただきました。Come on, come on.